先ほどの一振りだけは我を失望させずに済んだな。僕の負けだ。勝負はまだ終わっていない。我が最後に剣を振るう前に敵はすべて消えた。剣を出して功がないなど帝宮の使命の真意を冒涜するのと同じ不吉とみなす。なんだと。小僧の実力では陣にたどり着いても殺されるのみ。刹那に命を落とすより我がもっと体裁を繕える選択肢を与えてやろう。この百連の一振りを見届けた後、一人の剣士として死ぬがいい。どうだ小僧、我の剣を受け止めてみるか。いい度胸だ。